新型コロナウイルスについて県と奈良市は今日3人の死亡と新たに103人の感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認されたのは103人で一日における新規感染者の数は減少傾向にありますまた80代から90代までの男女3人の死亡が発表され亡くなった人は累計で794人になりました現在の病床などの使用率です 重症対応病床が25%入院病床全体では30%となっていますまた県は県保健研究センターで1月30日から2月3日までに行ったゲノム解析の結果オミクロン株の一つである XBB 系統の株が県内で初めて確認されたと発表しましたアメリカで主流となっている XBB.1.5 とは別の株ですが 県は置き換わりの割合などゲノム解析で注視していくとしています。